もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい三つの理由とは。5. 女の子から誘われたらどう思う？など参考に男性の心理を尋ねてみる。男心ならいくらでも話せると思う？10代男性といったように男性が積極的にアドバイスしやすいテーマについて尋ねることで男性に気持ちよく話を聞いてもらうことができるようです。意見をもらったらありがとう、やってみるねなど前向きに受け取ったことがわかる言葉を返すといいでしょう。6. 相手との関係性や恋している期間など自分の置かれている状況を説明する。具体的な状況がわかるとリアルにイメージできて感情移入してしまう20代男性といったように恋の詳細を聞くことで男性の思い入れも強まるようです。状況を伝えるときはまずは客観的な事実に絞って話すといいでしょう。 7. 男性のアドバイスに対して熱心に耳を傾ける。しっかり話を聞いてくれているとこちらもきちんと話そうという気になる20代男性といったように聞き方一つで男性に応援してもらえるケースもあるようです。アドバイスを求めた男性の意見を聞き逃さないように熱心に耳を傾けましょう。 8. きっと私のことなんて興味ないと思うなどふとした時に弱音を漏らす。普段明るい子だったりすると余計に何とかしてやりたいと思う20代男性など弱いところを垣間見ると男性も心配になって気にかけてくれるようです。あくまでたまに漏らす弱音が効果的なので普段は強がるくらい恋愛に対して前向きな姿勢を見せられるといいでしょう。 9. 彼を応援してあげたいし支えてあげたいなどあくまで好きな人を応援している気持ちを話す。自分の気持ちばかりを優先せず相手のことを思う心に打たれてしまう20代男性といったように相手の幸せを願う姿に男性は真剣な気持ちを感じて応援したくなるようです。相手が何を頑張っているかなどの話題だと応援する気持ちを表しやすいでしょう。